ーストが自身のデビュー曲ギフテッドをオーケストラアレンジしたギフテッドオーケストラバージョンマイナスを3月11日に配信リリースすることを発表した。ギフテッドは2021年11月3日にリリースされ、ビルボードジャパン総合ソングチャート、ジャパンホット100での週間1位をはじめとする各種音楽チャート40冠を獲得した BE:FIRST の記念すべきデビュー曲。今回配信リリースとなるギフテッドオーケストラバージョンマイナスのレコーディングで選ばれたのは、最上級の音響を持つ世界最高峰のシンフォニーホールミューザ川崎、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者であったサイモン・ラトルもミューザに匹敵する音響を持つホールをロンドンにとリクエストしたほど。そんな世界中のマエストロやフィルハーモニーに憧れと羨望を抱かせるホールだからこそ、 BE:FIRST の世界観を表現するには最もふさわしい場所として選定。アレンジャーには多くのアーティストから信頼を受け、チェロ演奏のほかプロデュース、ディレクション、アレンジ、オーケストレーションまで手掛ける徳澤青源を迎え、ピアノ1人、ストリングス27人、パーカッション3人、ホーン5人の全36人のフルオーケストラと BE:FIRST が奏でる極上の響きを70本のマイクを使って収録。音源は没入感のある立体的な音場を実現する360リアリティオーディオでミックス。楽曲の持つ強い意志をフルオーケストラの美しさと勇壮さを合わせ持つ演奏が彩り、 BE:FIRST の力強くもしなやかな歌がそこに融合した荘厳な仕上がりとなっている。 BE:FIRST とともに総勢300名以上のスタッフらと作り上げた珠玉の4分間、まるでホール会場にいるかのような体験をお楽しみいただきたい。なお、360リアリティオーディオ、360リアリティオーディオとは、全方位から音が降り注ぐ、ソニーの360立体音響技術を使った次世代の音体験。アーティストの生パフォーマンスに囲まれているかのような、没入感のある立体的な音場を体感できる。また、同日3月11日20時から、BE:FIRST の公式 YouTube チャンネルから、ギフテッドオーケストラバージョンマイナスの特別映像が、プレミア公開される予定だ。配信シングル、ギフテッドオーケストラバージョンマイナス2024年3月11日、リリースレーベル、BEME ストリーミング&ダウンロード、https://befirst.lnk.2/gifted.org/ester